株式会社ユニゾーンの小島優子です。一昔前は職場の花的存在でした女性なんですが、就業年数や経験も増えまして、責任もそれによって加わってきてます。ただその、望まれることっていうのがやりがいに変わってきてるように思います。私もそのようにやってきたつもりでいるんですけれども、これからの女性たちにも男性に負けないようにやりがいにつなげて、望まれるような仕事を行っていただきたいと思います。